ヒマシユヒマシユは、東大草科の東マの種子から採取する植物油の一種。戦時中のポースター成分は、不飽和脂肪酸と少量の飽和脂肪酸のグリセリド。ヒマシユは、脂肪油としては、粘土、比重ともに最大であるのに加えて、広い温度域で高い流動性を持つため、各種工業用の原料として広い用途がある。高粘度であり、 油性が高いため潤滑性は大変優秀であるが、酸化されやすく熱安定性が劣るため、一般用途では不向きである。なお植物油としては、極めて高粘度ではあるが粘度指数は、さほど高くはなく、一般的な植物油より大きく劣り、現代の潤滑用の一般高油よりも、若干劣るレベルである。その優れた正常と潤滑性から古くは、機械油一般に用いられ、 初期の航空機用エンジンの潤滑油としても使用されることが多かったが航空機ではエンジンの高出力化と熱と酸化への安定性の不足から第二次世界大戦の頃には航空機用潤滑油はペンシルバニアエンジンオイルに代表される高油系が主力となった蒸気の理由以外に植物由来であるため製造時期や生産地による品質のばらつき高油に比べて高価といったことも 全体的な交流への移行の要因となった。現代では短時間でその都度交換するレース用、エンジンオイルやラジコン用のグロー燃料などで使用される。暇し油及びその加工品は、石鹸、ハイテンプラ油処理剤、潤滑油、作動油、塗料、インキ、ワックス、大低温樹脂、ナイロン、医薬品、香水、紙油などの原料として用いられる。また、 セバシン酸の原料としても重要である。有毒なリシンも、ヒマシ油生産時の副産物として作られる。エンジンオイルの大手メーカーである、カストロールの社名は、ヒマシ油の英語名である、キャスターオイルに由来する。1970年代まで販売していた、カストロール R30 の主成分は、ヒマシ油で短時間でエンジンオイルを交換するレース用エンジンや、 航空機用エンジンで広く用いられていた。スコットボンカンパニーによる医薬品としてのヒマシウの広告病気の子供に、ヒマシウを飲ませる用途の中で1%程度を占めるに過ぎないが、省庁刺激性者下薬として用いられ、日本薬局方にも収載されている。医師によっては、リチネと略記する。また、ケニアの菊油族は、マグタマンバリキあるいは単に、 アムバリッキーと呼び、皮膚の保護や、軽い傷の手当てをする際などに用いる。ヒマシーユが下剤として示す作用基準として、小腸でリパーゼにより加水分解されて、リシノール酸とグリセリンとなり、生成されたリシノール酸が小腸を刺激して、全動運動を促進させる。また、小腸内で生成されたグリセリンの潤滑作用により、水用の瓶を排泄させる。 4体液施がベースにあり、痛みやすい肉を増殖していたヨーロッパ・アメリカの伝統医療で下剤としてよく使われた。ひまし油の服用は1000年近く正式な医療行為の一環だった。特にアメリカ北部では現在も万能薬のように扱われている。ありがとうございます。